こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。令和元年東流潜水艦が進水式を迎えた。最新鋭の潜水艦となるこの東流だが、ディーゼルエンジンとリチウムイオン電池とのハイブリッド方式となる。今までのスターリングエンジンは11番艦を雨竜から廃止となる。リチウムイオン電池の飛躍的な技術の進歩にスターリングエンジンが追いつかないほど電池が進化してしまった。1年前に世界をあっと言わせた雨竜のおさらいをすることで、もっと東流潜水艦の性能が理解できるだろう。それでは紹介していく。2018年10月、海上自衛隊の最新鋭潜水艦雨竜は進水しました。この艦は2年後の2020年に実際の配備を目指して着々と準備が進められているそうです。海上自衛隊の潜水艦といえば忘れられない事実がありますね。2018年8月ですが、当時の防衛大臣小野寺御殿が潜水艦黒潮はすでに15年くらい前から南シナ海の南海も訓練を実施してきたと発表し、世界の耳目を集めたことがありました。この黒潮は実は海上自衛隊の潜水艦の中でも旧式な潜水艦です。にもかかわらずこの黒潮でさえ日本からかなりの距離がある海域で行動できるという事実に、改めてその能力の高さに注目が集まったのでした。最新鋭潜水艦雨竜ですが、総竜型潜水艦の11番艦となります。特徴としては、この雨竜から搭載している蓄電池方式がリチウムイオン電池に改められた点でしょう。現在の潜水艦の動力は大きく2種類に分けられます。原子力推進型と通常動力型ですが、アメリカは原子力推進型を、日本は通常動力型を採用しています。日本が採用している通常動力型は、内燃機関であるディーゼルエンジンと蓄電池によるモーターの2種類を使用しています。いわばハイブリッド車のように複合型の推進方式が用いられているというわけです。こうした流れの中で、前述のように蓄電池としてリチウムイオン方式を採用した世界初の潜水艦が雨竜です。雨竜は通常動力型潜水艦において世界最高水準の優れた性能を有すると考えられているのです。では、リチウムイオン電池のメリットを少し紹介します。リチウムイオン電池が今まで使用してきた鉛電池に比べて、格段に優れているとされる一つは、充電に要する時間が大幅に短縮されるという部分です。現在の潜水艦の運用というのは、水中に連続して潜った状態で作戦行動が行われることになるので、通常動力型潜水艦の場合には、水中を移動する際には、敵に探知されにくい音の静かなモーターを使用しています。前の見えない水中では、音が唯一の頼りですから、なるべく音を立てないようにするというのは鉄則ですね。充電中の音も低くしたいというのは至極当然のことです。このため充電時間が短いということは、時間だけでなく海域の両面について、潜水艦を使用した作戦行動に関して大きな優位性を発揮することにつながるものと言えましょう。二つ目のメリットは、同じ容量で比較した場合、
生み出すエネルギー量が2倍以上に達するので、水中での移動スピードを高めることも可能になるのです。それに、プラス鉛電池の充電や放電の反復使用回数は約300回とされますが、リチウム電池は約3000回以上も可能と言われるので、電池交換などのメンテナンスにかかる工数も当然減らすことができるのです。また、同じ容量で比較した場合、リチウムイオン電池は鉛電池と比べると4倍以上も大きいので、必然的に広い範囲での行動ができることになります。3つ目のメリットは、安全性が高いことでしょう。鉛電池では、酸素や水素が発生する恐れがありましたが、リチウム電池では、そうした危険性は排除されているのです。海中で酸素や水素が発生したら火事にもつながりかねませんし、危険があったと思われます。放流については、動力である電池性能の向上だけではなく、艦としての構造上の強化も同時に図られています。潜水艦にとっては、優先度の高い潜航深度、そして、秘匿性能については一段と強化されているそうです。近年、いろいろと紛争の元になっている尖閣諸島付近の東シナ海ではこんな事件がありました。中国海軍の潜水艦が浮上して中国国旗を掲げるという何とも不可解な行動があったのです。この行為の理由は不明ですが、推測によると、海上自衛隊の航空機並びに艦船によって、潜航中の中国潜水艦が捕捉された。そして、日本領海への何度にもわたる侵入についての警告を受け、いやおうなしに浮上させられたと考えられているようです。実際にはこの時、海上自衛隊の潜水艦も監視行動をしていたのですが、艦の存在を隠すため、あえて最後までその姿を公にはしなかったのだ、と言われています。無論、日本近海の脅威は中国海軍だけではありません。特に、オホーツク海方面では、ロシアの原子力潜水艦も警戒が必要な存在と思われます。中国、ロシア、そして北朝鮮。これらの複合的な脅威が存在しています。国土の割に広い領海を持つ日本の防衛に関しては、潜水艦は言うまでもなく、新しい対応戦略が早急に求められるところで、あると考えられます。前述の通り、航空機では P1 哨戒旗や F35A ステルス戦闘機の配備、護衛艦出雲、加賀の改修に伴う F35B ステルス戦闘機の配備が進行しつつあります。また、海上でのイージス護衛艦の8隻配備の実現などと合わせて、こうした新戦力の増強による防衛力強化と戦略面の連動が、ますます重要になってくると思われます。だからこそ、リチウムイオン電池を搭載した新型潜水艦オウリュウの存在は、最近軍備拡大を続ける中国に対して圧力を感じさせることになり、戦力の集中を阻害させる効果もあると推測されているのです。これは、従来型から大きく向上された連続潜航距離を上手に活用し、中国海軍の潜水艦に対応する部隊をなるべく広範囲に展開させることによって戦力の分散を図ろうという新しい戦略なのです。数に勝る中国海軍に対して、日本は少数精鋭ということなのか、質の面で優位性を確保しようと努めています。この戦略を潜水艦に関してもさらに推進し、これまでは作戦行動の中心にしていた待ち伏せ戦法から変更することを伺わせるものではないでしょうか。
中国海軍は極端に言ってしまえば、南シナ海から海上自衛隊の潜水艦を確実に追い払ってしまわない限り、艦艇は警戒態勢を取らざるを得なくなりますし、行動が非常に制限されることになるのです。ステルス戦闘機や空母型護衛艦などは見た目に華々しく、人目を引きますし、人気もあります。しかし、このような目立つ機体の導入と歩調を合わせて、目に触れずに海中で活動する潜水艦の運用についても、兵器の特性を生かした新しい局面が実現されようとしているのです。